アイムルッキー・フジ、ベイベー FMWFMW is back! ルッキー・フジ is back to the FMW! いいか、これからの FMW ますます楽しくなるぜ、ベイベー。目を離すなよ、この俺、ルッキー・フジの小鳥、目をしっかりと見つめてくれ、ベイベー。正直リアルタイムで FMW 見てなかったんですけど、やっぱり
名前も知ってますし、今回出させてもらって、大泉さんのカリスマ性、半端じゃないです。スランの足の翔太郎です、僕はまだデビューして、3ヶ月経たないぐらいなんですけども、大仁田さんのこの BMW 興行に参加できてとても光栄です。大仁田さんのすごさですね、これを間近に見れるっていうのはなかなかないと思うので、ぜひ会場に足を運んでいただいて体感してみてください。熱い草内太郎、それ以外にもレスランの場所として戦いも見れると思いますので、皆様ぜひご来場お待ちしております。お世話になることがありまして、よく可愛がっていただいてます。なんでその意味を込めて今回参戦させていただくにあたって、その中村さんから今回頑張ってきなさいよという洗礼を受けて今回参戦しました。
ですね、リングに上げさせて、上がったことは今までなかったんですけれども、ちょうど私が練習生とか新人の時に長与千種さんが川崎球場に出て、釈迦さんとかとちょうど対抗戦が始まった時だったので、もうめちゃくちゃ熱さを感じてはいたんです。それが今回復活ということで、その復活のリングに上げさせていただいたということで本当に光栄でございます。それであのね、ヒロインということで工藤めぐみ選手が、ね、昔からいらっしゃいましたけど、ちょっと今の復活した FMW にその当時の工藤さんに匹敵するアイドル ヒロインっていうのがいないんじゃないかなと思うので、どこにいるのかな。4月27日、令和生まれ変わります。女、ハヤブサとして FMW 失くしてなんかこう自分はないので、本当になんか蓋開けるまでどうなるかちょっと分かんないみたいな、なんかFMW の時も先輩たちと一緒に、どうぞ回って本当に十数年ぶりにお会いする先輩とかもいらっしゃったんですけど、なんかやっぱり不思議で、全然そんなに時間が経ってないような感じで、また会った時にこうやっぱその先輩と後輩の関係ですぐ戻れるっていうのはやっぱり家族かなっていう感じがすごいしましたね。やっぱり大仁田さんがいて先輩がいて自分がいるっていう構造がもうずっともう20年30年と変わらないので、なんかやっぱり居場所としてずっとこうあってほしいなっていうふうに思います。GO!
持ちながら、またこう新しいスタイルの新しい FM ダブルという形を作っていきたいなと思います。流してバタバタやってたらじいちゃんが握り飯食ってました。そういう世界から始まって、またこの仙台の原点を見たような気がします。はい、俺はへこたれません。そしてあなたがへこたれない精神をぜひ FMW から伝えますので、よろしくお願いします。新宿フェイス、ぜひ来てください。水曜日 FMW 復活シリーズ最終戦、東京新宿フェイス、チケット絶賛発売中。